これ回ってんのかな？あ、回ってるわ。おはようございます。おはようございます。今日は女子4人で今から大阪に行きます。イエーイ。バイバイ。My heart's been ripped wide open. So many mixed emotions. It's like a funny order. I've been set free. I spent a lifetime running, fearing what I'd be. おはよう。メイクでーす。早かった。うん、めっちゃ早かった。やっほー、メイクがまず合流でーす。相変わらずイケメンだな。なになに？かわいい。これから新幹線乗ります。それでさ、違う新幹線だったら笑えるんだけど。そうなんだよね。なんかうちらが調べた時間とさ1分ぐらいズレがあるから。でも大丈夫。もしかし2人旅になるかもしれないけど、その時はよろしくね。楽しい。これ結構取れる。おはよう。おはよう。二人目の合流はあおちゃんとバッティです。着きました。大阪、イエーイ。なになに？ねえ、どうしたのね。ねえ、切符ないの？ねえ、やばい。あの、とっとと出てもらっていいですか？ダメ、ドトールとかどう？ドトールない県の人怒ってるで今。何食べると思ってた？梅田？でもカフェ利用することのが多いかな、梅田は。だしは全然ちゃうからな、関西と関東で。うん、ちょっと飲んでほしさはあるけど。うわ、絶対美味しいじゃん、こんなの。うん、なんか優しいね、すっごい。うん、うん、優しい。梅田の女よ、梅田の女。年下が、年下が電話してくれてる。チェックインの電話してくれてるのね。この子たちは私たちで守っていこう。うん、守っていこう。絶対守り続けるから。パンケーキ行ってしまって、よいしょ、もう一個喫茶店行くって言ってしまってたよ。くない？ほんでやっとあったって言って見つけてさ、見上げたらさ、もう階段が、もうこっちキャリー引いてるのに、階段いいかよって。でも頑張ってさ、よし登ろうってみんなで登ってったら満席。やばいよね。
そんなことある？厳しい髪だった。もううちらなんかついてなんか缶ジュース買ってさ公園で乾杯したな。無事にホテル着きました。イエーイ、着いたよ。着きましたホテル。何する？私のベッドはこちら。はい、じゃんけんで決めたね。めっちゃ景色いいんだけど。パッティは今ちょっとお手洗いに行ってて、まあ、これからちょっと休んで、夜ご飯を食べに行きたいと思います。タクシーのね運転手さんがねめっちゃ親切にしてくださったから、もうやっぱ大阪最高やね。ね、行ける本当に。すごい。ねえバッティのスタイルがやばすぎる。ねえ顔がちっちゃってやばいやばい。あ、やばってるよ。首長族。顔ちっちゃすぎる。だってさ、これさキャプションでさこれで俺変えてもらっても変わんないと思う。ねえ。わー、夜の大阪。イエーイ。中に入るのは明日ですけれども。そうだね、なんかちょっと小腹が空いたから、はい、焼肉食べる前にちょっとみんなでたこ焼きを食べに行きたいと思います。なんかなんだかんだたこ焼きあったら食べちゃいそうなんだけど。食べれるよ。食べれるよね、食べれるよね。からたこ焼きをね食べに行くんだけど、 GoTo トラベルでさ地域クーポンもらったので、なんかねそのサイトで検索すると自分たちの近くにそのクーポン買えるお店がね検索できるからめっちゃ便利。割とさクーポン使えるとこ多くない？うん、調べた？結構出てくる。あった。嘘、そんなに出てくる？うちらの近く10店舗くらい出てくる。白飛びしちゃう本当。でしかもなんかたこ焼き食べたいねって言ったら3店舗もヒットした。あ、いいじゃん。クーポンでたこ焼きいただきます。めっちゃ美味しそうなんだけど。美味しそう。これがだし？うん、おだしつけて。美味しそう。これは塩っぽいね。へえ、塩。これは仲良く普通のやつ、ね、本当だ。やだ、いん、いただきます。うまいよ、めっちゃ熱いじゃん。熱い。うん、熱い。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 じゃあ私から行く。うん、ふわふわだわ。わ、どう？美味しい。ま、あ、油の味がしっかりして。うん、ありがたい。ご飯とっても美味しかったです。メイクママごちそうさまでした。こんな感じで1日目の大阪 Vlog でした。次もね動画アップしていくので楽しみにしててください。バイバーイ。